マネーサテライトをご覧の皆様、こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井ひろえです。エミンの月間為替相場見通し第3弾をお送りしたいと思います。前回はたくさんのコメントや高評価をいただいてありがとうございました。今回のテーマは新興国通貨です。FX のスワップ派の皆様にも人気の高いメキシコペソ円についてエミンさんより解説をいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、最近ほとんどの国の解説はこのコロナの状況からスタートしてますけど、はい、これなんでこんなことやってるかっていうとですね、はい、なんとなくなんかこう私たちに見えないコロナアルゴみたいなの動いてるんじゃないかなと思っていて、はい、でそのまあ例えばその感染者数の数の動きとか、もしくはですね、そのワクチン接種率、ワクチンの進行率とか、まあ、それによっては次の波が来るかどうかですね、という、まあ、おそらくそれを見てる人たちが、まあ、これずっと僕は疑ってるんですよ、最初からね、はい、という状況なので、まあ、実際トルコもですね、この第4波の時はめちゃめちゃ下がってたけど、その後やっぱ落ち着いてくると反発するんですよね、トルコリラなんかも。ということからちょっと見てみますと、メキシコ今どんな状態かというとですね、はい、これは今、1.39% 世界全体の中で、まあ、244万人ぐらいですね、トータルでは、はい、という状況にはなっていて、でちょっとですね、この感染者の推移見てみますと、はい、まあ、これはいろいろなですね、見方というか説があって、実際私も単純にピークとピークを数えてるんですけど、だいたい4ヶ月ぐらいにですね、新たな感染の波が来るんですね。なるほど。まあ、その意味で言うと、まあ、今世界が、まあ、この、まあ、4回目のですね、波が終わって今全体的に感染者数が下がってきたりで、メキシコに関しては、まあ、割と今回はですね、逆に第4波が来てないんですよ、見ていただくと。落ち着いてる感じありますね。そう、年末年始は高かったんだけど、その後はですね、実はですね、上がってないんですよ。これだから、はい、例えば日本の場合は年末年始、と同じぐらいの山、もしくはもっと高い山を作ったんだけど、メキシコの場合はそんなことないので、ということはですね、メキシコは割と特にですね、中南米の国の中でよくやってる方です。感染対策うまくいってる方なんですね。はい、うまくいってます。特にブラジルなんか全くワークしてないので、それに比べるとメキシコはうまくいってる方ですね。なるほど。で、その一つやっぱり効果が現れているのはワクチン接種率で、今トータルでは人口対人口比で 20% ぐらいまで近づいてきたと。結構高いですね。そうなんです、結構高いです。まあ、日本もちょっとね、追い上げてきてる。今一番下にインド、日本って出てるんだけど、まあ、日本も今 10% 超えてるけど、まあ、メキシコもちょっと今上がってきてるいうような状況で、もう一つですね、これ実はですね、メキシコにとってやっぱり重要なポイントはアメリカ経済がですね、早く正常化することですね。アメリカが今約 50% くらい、人口の 50% 超えてきたので、ワクチン接種率、まあ、アメリカはもう正常化に明らかに向かっていると、まあ、あれだけ厳しかったニューヨーク州も、ほぼもうコロナ対策、というかもうその予防策はもうなくすと言ってますので、ということはアメリカ経済が元に戻る。でこれはメキシコにとって何を意味しているかというとですね、メキシコは結局はですね、相当アメリカ経済とタンデムで動いているので、まあ、つまりアメリカ経済が良くなると、これがメキシコに大いに追い風になります。最大の貿易相手国ですもんね。そうです。でかつたくさんのメキシコ出身の方がアメリカで働いていて、まあ、今回のパンデミックで、まあ、職を失ったりとか、まあ、いろいろな状況がある。でその人たちがもう一回働き出したら、また仕送りっていうのもありますね、メキシコに対して。でもう一つはメキシコ当然ながら南でたくさんリゾート地もあります。例えばアカプルコっていうリゾート地あります。行ったことありますか？ないです。私はあります。羨ましい。これ言いたかっただけです。どやっていう。そうそう、綺麗な、本当に、まあ、綺麗なホテルもたくさんあるし、で大体アメリカ人の観光客がたくさん行ってるんですね。つまりメキシコにとってはこの早くアメリカが正常化して、まあ、もちろん自国も正常化してるってことは非常に
まあ、経済、まあ、製造業の観点からしても、まあ、例えばその、メキシコ出身の方の、仕送りからしても、さらにその観光業の回復からしても非常にポジティブな動きですね。ということは相当状況はメキシコには追い風になってきているのかなという感じはします。でもう一つはですね、重要なポイントが、はい、政権が交代しましたので、はい、割とトランプ政権は結構メキシコと対立してましたよね、うん、強硬派な感じですよ ね、まあ、壁を作るとかですね、メキシコに払わせるとか言って、まあ、実際トランプさんも口で言うほどですね、はい、強気っていうか口で言うほどですね、そういうことはやらないけれども、うん、まあ、結局はそのメキシコともまあすぐに貿易をね、その協定を結んだわけですから、まあ、ただし一応ですね、レトリックとしても、まあ、敵対している大統領よりは今のバイデンさんの方が、まあ、より割と、まあ、メキシコにとっては融和的な大統領だし、まあ、今後メキシコとアメリカの経済関係がより強力になっていくというふうには見てます。まあ、これが非常にメキシコにとってはポジティブな動きですね、はい、で、まあ、それがやっぱりチャートにですね、こうやって現れていて、はい、まあ勢いよくですね、上がってきてるんですけど、まだただポイントとしては見ていただければ、そのやっぱりまだコロナショックの前の水準超えてないんですよ、ね、なるほど、うん、まあ、これはやっぱりまだその メキシコはいろんな、まあまあ、経済的にはやっぱまず経済規模が大きい国です。新興国の中では相当大きい、うん、でもう一つはですね、まあ、いろんな、まあ、例えば一つのものに依存しているっていうよりも、まあ、メキシコ経済っていうのはかなり複雑なので、まあ、その中に製造業もかなりの割合でありますし、はい、当然ながら金融もあるし、サービスもあるし、観光業もあるし、いろんなものがあって、まあ、それらがまだやっぱりコロナ前の状況まで回復はしていない。その意味では今後に関しては私は底堅いかなというふうに思っていて、もう一つですね、実はそう思っている理由っていうのはこれなんですよ、はい、で今は原油価格は WTI で72ドル超えてきているので、はい、まあ、これは、まあ、私は少し行き過ぎ感はあると思いながらも、まあ、もうしばらく原油価格が非常に強い高い状態で続く可能性がある。 なので、まあ、それもメキシコペソのかなりですね、下支えになるかなという感じはします。ということからするとかなりですね、私は、はい、まあ、ペソに関しては、まあ、割と、まあ、フェイブラブルな、割と好条件、まあ、追い風になるような状況がまあ、整ってきてる。でもう一つやっぱりそのアメリカと中国の対立においても、うん、まあ、アメリカは割と中国への、まあ、いろんなものの依存を減らしたいと、うん、そういった場合にはですね、もちろん自国にそれを製造拠点を持ってくるのが一番いいんだけれども、まあいろいろとそう簡単ではないと、その人件費が高いのでね、まあ一つその行き先、中国のオルターナティブになれる国っていうのはメキシコなんですよね。なるほど、お隣に向けるわけですね。そうなんです。ということで、まあ、まるでメキシコ大使館の回し者のようにメキシコのそのなんかポジティブなことばっかり言ってますけれども、うん、実は何の関係もなくて、1回だけ行ったことあります。とても綺麗な国です。メキシコ人の友人もいますけれども、はい、いい人たちです。でじゃあ全部ポジティブかというと、はい、まあ、実はそうでもなくて、うん、ちょっとネガティブな件は確かにリスクも抑えておきたいですね、うん、これはねリスク要因もあって、はい、これはですね、まあ、当然新興国なので、うん、まあ、多分これはメキシコペソに限った話ではないけれども、今アメリカの金融市場が非常にバブル状態になっていると、はい、で当然ながらアメリカ今インフレも、まあ、コストプッシュインフレなんですけど、まあ、それで FRB が一時的とは言っているものの上昇はしている、まあ、ここで例えば FRB が、まあ、テーパリングを始めるとか、もしくは金融引き締めに向かうようなメッセージを出すとかですね、はい、まあ、そう簡単ではないけれども、その可能性はゼロではありません、うん、もしくはですね、まあ、何かのきっかけでこのリスクオン状態、基本的にはですね、皆さん新興国通貨っていうのはリスクオン資産、リスク資産ですね、はい、この世界的なリスクオン状態が崩れると新興国通貨っていうのは売られやすくなります。そのリスクはメキシコペソも、ただメキシコペソに限った話ではない、ただそのリスクはメキシコペソも抱えている、うん、そういう問題はあります。でもう一つはやっぱりその当然ながら同じようなことっていうのはメキシコの中でも起きていて、当然インフレ圧力が高まっているわけですね。でそれに対してまあ、メキシコ中銀というのは、まあ、利上げをする可能性は、まあ、これを、まあ、うまく積極的にやって経済もあまり冷やさないでうまく利上げできると、まあ、これ非常に、まあ、メキシコペソの投資家にとってはいいサイクルにはなるけれども、ただし
インフレの方が先に上がっちゃって景気を壊したくないからあんまり利上げに踏み切らない場合だとこのペソ自体がですね価値失うんですよ、対円対ドルでね。確かに高金利がメリットですもんね、うん、はい、そういったリスクもあるので、まあ、ただしさっきも言ったように、まあ、ポジティブとネガティブなものを比べると、まあ、このリスクオン状態が続いている限りはいろんな、まあ、の追い風が今メキシコペソには吹いてるかなとは思います。わかりました。エミさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、メキシコペソへの見通しについてよくわかりましたね。こちらの動画は以上となります。よろしければコメントや高評価をお願いいたします。ご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございます。松井 FX では2021年5月31日までに FX 口座を開設された方限定で FX 新規取扱い通貨高金利通貨取引キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間内の対象通貨ペアの取引数量に応じて最大で1万円をキャッシュバックします。対象の通貨ペアは南アフリカランド円、トルコリラ円、メキシコペソ円の3通貨ペアです。この機会にぜひ FX にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。詳細は松井 FX のホームページをご覧ください。